トリパノソーマカは、キネトプラストズナに属し一本の鞭毛を持つ、原生生物からなる、分類群である。すべてが、寄生虫であり、基本的には昆虫を縮守としているが、生活感の中で、脊椎動物や植物などの中間宿主に寄生するものが知られている。この一果をもって、トリパノソーマ木、トリプノソマティダ、または、トリパノソーマア木、トリプノソマティナを構成する。 トリパノソーマカには人間や家畜に深刻な感染症を引き起こす病原体が知られている。トリパノソーマトリパノソーマはトリパノソーマ症をリーシュマニアリーシュメイニアはリーシュマニア症を引き起こす。また植物寄生性の人もなすファイトモナズはコーヒーの木、油やしココヤシなどを病害する。トリパノソーマカの原虫の主要な形態。左上、無弁毛型、右上、 全弁毛型、左下、上弁毛型、右下、水弁毛型トリパノソーマカの原虫は、時期によって形態を変化させるものが多く、主に弁毛の形態によって、以下の6タイプに弁別される。無弁毛型弁毛が著しく縮退しているか、結出している。細胞は円形をしている。リーシマニア型とも、 全弁毛型弁毛は、細胞全端から生じ、波動膜を欠く。レプトモナス型とも。上弁毛型弁毛は、細胞核前方から生じ、短い波動膜を作る。クリシジア型とも、5弁毛型弁毛は、細胞核後方から生じ、細胞表面の溝に沿っている。水弁毛型弁毛は、 細胞後端から生じ、波動膜を形成しながら、前端に達して有利する、トリパノソーマ型ととも。襟弁毛型弁毛は、細胞核前方から生じ、細胞が短い。このうちいずれの形態を取り得るかは、かつて波賊を識別する際に用いられていた。すべての原虫に共通しているのは無弁網型のみで、ある。 トリパノソーマカ、トリプノソマティレイドフライン、1901は、早い時期から、独自のトガとして扱われ、伝統的には、弁毛の数が少ないことによって、弁網虫な原弁毛注目にところ、属させられてきた。1961年に、ボドカと共に、キネトプラスト目にまとめられ、さらに1990年代になって、夕暮れのゾアモンへのところ属が受け入れられるに、至っている。 一方で、トリパノソーマ科の内部の分類体系は、目下再検討中であり、十分に整備されているとは言い難い。長らく形態のみに着目した分類が行われていたことと、分子系統解析の導入が、医学的に重要な言中に偏っていたことが、主な理由である。従来の体系で単系統的なのは、トリパノソーマ族、リーシュマニア族、 フィトモナス属のみであり、分子系統解析に基づく整理が進められている。2016年の時点で分子系統を反映した4赤が設定されており、その内訳は以下の通りとなっている。トリパノソーマ属はトリパノソーマ科のタイプ属であり、当然トリパノソーマ赤に所属することになる。このほか赤への所属が未定のものとして以下5属がある。古い文献では、 トリッパノソーマカの学名をトリプノソミデイとしているものがある。これは1901年にドフラインが記載した際の綴りだが、学名の聖書法上の誤りがある。タイプ族トリッパノソーマはギリシャ語由来の俗名なので、後半のマイナスソーマを引く、ソマットに書き換えて、その後に統一語尾のマイナスイダーをつけなければならない。したがって、 現在の国際動物命名規約のもとではトリプノソーマティリーが正しい。トリパノソーマ科の共通祖先がどのような生物だったかは長らく議論があった。例えば魚類寄生性のクリプテビアのような生物から進化して昆虫へと宿主域を広げたとする説などがあった。現在得られている分子系統解析の結果によれば逆に 昆虫寄生性の原虫が、吸血昆虫に媒介されて、偶然脊椎動物へ、宿主域を広げたと解釈される。ミャンマー産の琥珀に封入されていた、サシチョウバイ類の体内から、トリパノソウマカと思われる、原虫化石が観察され、ペイリアリシマナイアプロタースと命名されている。琥珀の産出した地層から、少なくとも、白亜紀初期には、 トリパノソーマカの原虫が昆虫を宿主としていたことが示される。ありがとうございます。